と、これ実は結構グローバルなコンテンツで、うん、要はやつらは日本人に対する契約しか考えてないから、受信料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 ってもう金閣玉城のように受信料を言うんだけど、はいはい、NHK 持ってるコンテンツってグローバルで通用するものって実はいっぱいあるじゃないですか。それはもうおしんから始まってます。それは、はい、俺一番すごいのは大相撲だと思うんですよ。あー、なるほどね、はい、大相撲は日本でしか見れないんで、うん、大相撲って僕大相撲だけで1000万とか取れると思うんですよ。なるほどね、まあ、大相撲オンデマンドだけで僕は月額980円での契約を、うんうん、あの1000万とか取れるポテンシャルあると思って、あ、だって ねデブ戦にとってはたまらないでしょ、うん、デブ戦にとってあんな裸の男がね、周りで、あの、なんか、まぐわってるわけですよ、ね。もう、あんなすごいコンテンツないと思うんですよね、世界中。どこ探してもあんなコンテンツはないじゃないですか。まあ、確かにね、その、プロレスとかボクシングみたいに、どこでもやってるものじゃないので、しかも、うん、まあ、バーンって終わっちゃうから、ダイジェストなんか特に、人気出るでしょうね。あれね、ルールがめっちゃ簡単じゃないですか。あ、そうですね。出るか倒れるかですからね。出るか倒れるかでしょ。しかも裸の男、はい、まあ、ああいうこう、要はマニアックコンテンツなんで、あれはもう、うん、もうすごいニッチなんだけど、もう、うん、世界中のニッチなデブ戦、あのガチムチデブ戦1000万人にめちゃくちゃ刺さるコンテンツだと思ってます。うん、